フレイブース、もうですね、パーソナルスペースという言葉が置き去られた状態になっております。ねえ、ですね、袋の中に入れるもの等々もゲットしていってください。なるべく上から取っていただけると強烈です。ねえ、さあ、強烈なストローも入ってますね。さあ、どうぞどうぞ。今ですね、オートウェイコスチュームを着ているのは笠野知沙さんでございます、お料理をできる女性になっております、ぜひね、覚えて帰ってください。名前を覚えてください。そう、オートウェイ何の会社っていうとですね、タイヤの会社でございます。タイヤはネットで安く買う、これをテーマにやってます。そうですね、ちょっとアホ毛のようになってましたね。さあさあ、どうぞどうぞ。大丈夫ですよ、大丈夫なんですよ。さあ、どうぞどうぞ、ぜひですね、タイヤのことも覚えて帰ってくださいませ。ぜひぜひチャレンジ。